電撃スパイ作戦。諜報機関ネメシスの隊員は任務の帰路敵に狙撃されチベット山中に墜落した。だが彼らは正体不明の人物に助けられ超能力を備えた人間として生まれ変わった。これは特殊能力を持つ3人の諜報員が国際間の危機に対決する物語である。トップメンバー、精神的に肉体的にそして感覚的に驚くべき資質と技量に恵まれた3人の超人的存在。チベットの山中で遭難した折この世のものならぬ文明に接しこれら多面にわたる特殊能力を授かったクレイグ・スターリング、リチャード・バレット、シャロン・マクレディの3人はその持てる超能力をフルに発揮、国際諜報機関ネメシスのトップメンバーとして世界平和のため日夜絶え間ぬ努力を続けている。クレイグはどこです？何のことだ？クレイグはどこかって聞いてるんですよ。決まっとるだろ、仕事に出とるよ。済んだんでしょ？香港から電報が来たのが先週の火曜日ですよ。ご覧なさい。分かったよ。それによると調査は無事終わって金曜日に帰ることになってるんですよ。先週の金曜日に。何か都合ができたのさ。そんな連絡でも？別に。じゃあどこにいるんです？いいか二人とも、私は君たちを操り人形とは思っとらん。したがってどんな任務に就かせる場合にもその手段や方法は君たちに任せてある。それは君たちにもよく分かってるだろう。問い合わせがあれば私も相談に応じ、また指示も与えるが、さもなきゃいちいちうるさくは言わん主義だ。大体君たちにしてからが何か面倒な事態が生じた場合、私に指示を仰いできたことが今までに何度ある？この場合はちょっと違いますね。どう？例えばその電報ですよ。電報を打ったからって君。分かってます。でもそれだけじゃないんです。休暇で行くホテルの予約まで頼んできてるんです。そのキャンセルしてくれとは言ってきとらんだろう。とにかく本人に聞いてみんことには分からんよ。香港のホテルは予定通り引き払ってるし、今度の調査対象レッドフォードのこともみんなもう知ってるんです。何か支障が起きればここへ連絡があるはずです。そうかな？そうですよ。第一部長もなんで僕らに2日も会ってくれなかったんですか？2日？それは悪かった。でも他にも私はいろいろ忙しい体でな。それは分かってますけども、それにしてもですね。とにかくだ、私が君たち2人にそんなことで責められる言われはないね。一体何だって言うんだ？クレイグの帰りがちょっと遅れとる。それだけのことで何かあったんじゃないか、クレイグがどうかしたんじゃないかと騒ぐのは早計じゃないか。音信がなくて心配な気持ちはわかるが、だからって珍しいことか。それに第一クレイグだって子供じゃあるまいし。部長は何か隠してるんだ。隠す？いいからもう引き取ってもらおう。当てずっぽでああでもないこうでもない人騒がせな。今度来るときにはしっかりした事実をつかんできたまえ。こっちは忙しいんだ。
ちゃんと理屈の通った話を持ってきたら、そん時また改めて会おうじゃないか。部長、レッドフォードの調査で一体何があったんです？そしてクレグは今どこですか？誰だそこにいるの？なぜその時屋上から飛び降りなかったスターリン、どうしてだ？危うく飛び降りそうになった話は聞いたよ。誰だお前は？確かローマでだったな。誰だ貴様？私は質問に答えるために来てるわけじゃない。何を飲ませた？仕事がしやすいように、つまり君が喋るように薬をちょっと。幻覚によって君の意識が過去の事実をもう一度経験するようにさ。レトフォードのこと話そうか。何を？レトフォード RET。 レトフォードは分かったけど、なんだそれ。的外れだ。
違うよ、それじゃ。レトフォードというのはある男の名前だろ。なんだそりゃでなく、誰だそりゃ。そう聞いてこなくちゃいけないところだけど、その手でとぼけようったってダメダメ、隠してる証拠だ。私をごまかそうったってそうはいかないよ。いくら小細工を浪してとぼけようったってダメだね。その点乗る私じゃないから、そのつもりでいたまえ。いつから俺はここにいる。それがどうした。どうして何か聞いたら素直に答えてくれない。そっちこそ。さて、先月の23日、香港に向けて立った。誰がさ。おっと、また的外れか。手がかりは一つ。名前、ジュリアス・レッドフォードだ。R.E.T. か。それからどうした、スターリン。質問に答えるために来たんじゃないぜ。返事ばかりで、まだまだこの抵抗は続くと思うね。ちょっと考えられないことだけど、事実ならしょうがない。幻覚症状はあってもそれだけのことでね。薬の量は3グラムだったな。つまり適量だよ。ところが適量じゃ受け付けないらしい。諜報員としてはズバ抜けてるよ。容易に口を割らん。そんなこと当たり前だろ。ここを何とかするのは君の腕じゃないか。もちろんいずれ吐かせてみせる自信はあるけど、しかし並の尋問法じゃこの場合、約束の期限までに吐かせることができるかどうか。したがって早急に結論を得たいとしたら、もっと臨床効果に期待しなきゃ。つまり具体的に言うと、さらに薬をもう3グラム。異例だが、どうしてもというんだ。頼むよ、例によって食事に入れて。分かった。